サイカちゃん、やっぱり僕はまだまだ未熟だ。無能探偵の方が合っているよ。皆さん、集まってくれてありがとうございます。老子探偵が殺された探偵八津崎殺人事件について犯人が分かったので説明します。まずは結論から話しなさい。犯人に逃げられては困りますし、もし私たちの中にいるなら先に言うべきですわ。安心してください、家族さん。この中に犯人はいませんよ。犯人は、そう、すでに死んでいるのですから。もう亡くなった人の中に犯人がいるってこと？まさか職員の中に裏切り者がいたとか？なるほど、それは盲点でしたわね。確かに老子探偵を殺した後に研究棟の死体に混じったのであれば犯人はいなくなりますわ。死をも厭わない狂気の殺人鬼がいたということですわね。いえ、違います。何ですって？研究棟にいた皆さんは老子探偵に似た声で理想探偵のデバイスに連絡が入ったのを聞いているんですよね。であれば事件開始時まで生きていた人であるのは間違いありません。つまり真犯人は皆さんと行動を共にしていた中にいたんです。なんですって？いや、驚くまでもなくその通りでしょ。あなた実は無能探偵以下の推理力なんじゃないですか？と少女は見事に警告を言ってみせた。誰が無能探偵以下ですって？全然警告などいられておりませんわ。全くもって不正告ですわよ。喜劇探偵は放っておいて推理を続けましょう。私たちの中の誰が老子探偵を殺したというんですか？と少女は推理の続きを促した。犯人を説明する前にこの事件の特性を説明しないといけないと思う。この事件の特性、他の事件とは何か違う点があるの？その通りだよ。きっとこの事件だけじゃない。八津崎港事件には全てある共通点があったんだ。八津崎港事件の共通点といえば死者が一度に二人ずついることよね。老子ちゃんの死んだ事件は老子ちゃん以外に誰も死んでいないけど、他に共通点があったの？いえ、老子探偵の死んだ事件に共通点はありません。なぜならあの事件は八津崎港事件になぞらえようとして失敗した事件だからです。武装さんの発言がヒントになったんだ。我が何を言ったというのだ？全然わからぬぞ。さっき言ってたじゃないか。そう、僕は運よく避けられたというだけで、武装さんも言った通りシャンデリアの罠にかかった人は本来死ぬはずだったんだ。そうなれば死者は二人、八津崎港事件と同じ構図になっていたんだよ。つまりこのトリックを仕掛けた人は老子探偵以外にも無差別にもう一人殺すつもりだったんですか？誰でもいいからもう一人殺そうだなんてひどいですよ。いや、そんなランダムの犯行じゃないよ。それが事件の一番恐ろしいところなんだよ。僕みたいなイレギュラーが現れなかったらきっともっと混乱が起きていた。八津崎港は明確に老子探偵の他にもう一人死ぬ人物を指定していたんだよ。ちょっと待って、扉を開けてトラップで死ぬなんて行為、さすがに誘導できるものじゃないわ。どんな手段を用いて八津崎港はもう一人を殺そうとしていたの？簡単です。この洋館へ着いたら真っ先に扉を開け、我知らずという体でシャンデリアに突っ込むよう当人に事前に指示を出しておいたんです。お待ちなさい、そんなの八津崎港に死ねと言われて死んだようなものじゃありませんの？そんなの不可能ですわ。いましたよね、僕たちの目の前で八津崎港のために死んだ人が。それって
渋谷探偵。彼女こそ、本来は僕に代わって罠にかかって、ここで死ぬはずだった人なんです。飛脚くんも科学くんも覚えてないかな。きっと洋館に着いた時、真っ先に扉を開けようとしたのは渋谷さんだったんじゃないかな。ええ。確かに渋谷さんでした。僕の歩みが遅いから、先に行ってエアコンをつけておくと言って、走って向かってくれたんです。普段通りの明るいテンションだったから、気にも留めませんでしたけど。危なっかしいとは思っていたけど、まさか死ぬ気でそんな風に振る舞っていただなんて。暖炉で見つかったワイヤー層に触れるためのグローブの燃えかすも、彼女のものだったのでしょうか。と、少女は疑問を口にする。確かに気になるわね。どうせ死ぬつもりであったなら、そんな証拠品を身につけておくなんて非効率だわ。そもそも、仕掛けが終わった後時間に余裕があったんだから、外に捨てちゃえばよかったわよね。なら持ち歩いていた理由は簡単だ。証拠品を持ったまま死んで、疑われることが目的だったとしたら、どうでしょうか。疑われることが目的？何のために？外道探偵を思い出してみてください。不審な点を残して死ねば、どうなりますか。反論もできずに、犯人に仕立て上げられるわね。ええ。あのタイミングで証拠品を身につけて死ねば、渋谷さんは八つ崎公として扱われていたはずです。見出しは、自らの手で連続殺人事件の幕を閉じた、哀れな殺人鬼の最後、といったところでしょうか。容易に想像がつきますね。と、少女は皮肉っぽく笑う。渋谷探偵に全ての罪を背負わせて、八つ崎公として死なせることが、同志探偵殺しの真の目的だったのですね。でも待って、渋谷さんは死ぬ間際まで一度も自分が八つ崎公だとは名乗らなかったよ。罪を背負って死ぬことが当初の目的だったなら変じゃない？その通りだ。無能殿も我と同じで渋谷殿と交流を深めた仲ではないか。彼女が八つ崎公のような下道に身を落とすなどありえんのである。渋谷さんはきっと八つ崎公の指示に抗ったんだと思います。あの時は気づかなかったけど、渋谷さんが最後に口にした言葉は彼女らしい僕らへのメッセージだったんだ。渋谷殿らしい。渋谷さんは最後にこう言っていた。マジでアマちゃんだな。泣きたくなるくらいアマちゃんだよ。渋谷さん、そんなアマちゃん揃いだからいいようにされちゃうんだっつーの。今のあんたたちじゃあのイカレ野郎には絶対に勝てないね。だから頑張ったご褒美にちょっとだけヒントを教えてあげる。うちの友達が八つ崎公のせいで死んだことも、うちがこの手で魔界探偵やこの島のみんなを殺したことも、全部繋がってるの。八つ崎公のせいで老子探偵は死んだ。魔界探偵はうちが殺した。そして今からうちも死ぬ。誰のためでもなく、自分の意志でね、その意味を。しっかり考えるといいよ。言っている意味がわからなかった。でもあれは、コミュニケーション推理を得意とする、渋谷さんならではの暗号だったんだ。すべてが繋がっているって、何なんですの？まさか、すべて同一犯だということですの？なるほど。
言動や態度で翻弄するのが上手な彼女らしい暗号ですね。老子探偵や自分に対しては死ぬと、魔界探偵や島の職員に対しては殺すと、明確に動詞を使い分けている点が真意を紐解く鍵なのでしょうと少女は推理した。動詞の使い分け？使い分けたから何だと言いますの？さすがは喜劇探偵ですね。全然意味が違うでしょうね。少女は呆れて物も言えずに短足した。物を言ってるじゃありませんの。悪かったですわね。物分かりが悪くて。死ぬは自動詞、殺すは他動詞。自動詞は目的語を設定することができません。つまりどういうことですの？つまり渋谷さんが死んだと評した彼女の友人や老子探偵は誰かに殺されたわけじゃない。老子探偵を殺したのは他でもない彼自身。つまりあの事件の真相は老子探偵自身による自殺劇だったんだ。なんですって。少女は見事に浮かぶを奪ってみせた。奪うんじゃありませんわよ。老子探偵が自殺ってどういうことですの？僕も意味が分からず混乱しました。とある可能性を考えれば全ての辻褄があったんです。老子探偵こそが八つ崎港に組みしていた裏切り者、島の職員を全滅させた原因だとしたらね。確かに他の職員は全員殺されたのに一人だけ生き残っていた状況が妙だとは思っていました。老子探偵だけをわざわざ手間をかけて殺すなんてリスクが高すぎますから。老子ちゃん自身がトリックを仕掛ける本人だとしたらそのリスクもないわよね。まさかあんなトリックで自殺を図るなんて誰も考えないし。待ってくれ。あのような機械なワイヤーを使ったトリックを一人で仕掛けられるものなのか。はっきり言うぞ、不器用な我には不可能なのである。本当にはっきり言うね。でも大丈夫、ほとんどの人は一人じゃ無理だよ。きっと渋谷さんがこの島の職員の殺害もトリックを仕掛けるのも手伝ったんだと思う。なるほど、二人がかりなら確かに納得なのである。じゃあ老子さんが死ぬのを渋谷さんは手伝った形になるんだね。その上渋谷さん自身も死ぬだなんて残酷なトリックだよ。でも老子さんが裏切り者だっていう証拠はあるの？渋谷さんがくれたヒントは信じたいけど、探偵同盟で最も古株の老子さんが裏切っているとも思えなくて。見つけてあるよ。老子探偵がこの事件のトリックに関わったって明確な証拠をね。しかもその証拠は事件がさらに残酷な事件だということを教えてくれた。まだ何かありますの？老子探偵が死ぬための仕掛けを渋谷さんが手伝って、渋谷さん自身もその仕掛けに引っかかる。それ以上に何が？あのシャンデリアのトラップにも仕掛けがあったんだ。警報探偵が残してくれた書籍にバッチリと記載があったよ。シャンデリアの罠を設計したのは、この書籍の著者禁影に載っている男性、見覚えがありますよね。そのヒゲ、老子探偵に間違いありませんわ。地下研究棟で見つかった本でも名前が出ていたこの洋館の設計者、荒木名長とは老子探偵のことだったんです。洋館の仕掛けで死んだ人が設計者。偶然とは思えず改めてシャンデリアを調べてもらいました。すると新たなことが分かったんです。シャンデリアの罠は改造されていました。通常かかるブレーキがかからずに殺傷能力が高い状態で落下するようにね。なんですって？調べてみたら明白でした。
明らかに一部だけ年代の新しいパーツが使われています。このシャンデリアの仕掛けは今回の事件のために調整がなされていたんです。そんなことができるのは設計者であるローシさん以外にいないと思います。科学君の言う通りだよ。ローシ探偵は明らかにシャンデリアの罠に引っかかった人を確実に殺すために調整している。つまりローシ探偵もただの被害者ではなく、シャンデリアの罠に引っかかった人を殺す加害者のはずだった。被害者であると同時に加害者に。ではこの事件は単なる殺人ではなく。その点こそが最も恐ろしい点です。ローシ探偵を殺すはずだったのは渋谷さん。ただローシ探偵を殺すための仕掛けにはおそらく彼自身も協力していたのだと思います。同時に渋谷さんがシャンデリアの罠に引っかかって死ぬことにもローシ探偵は協力していた。互いが互いを殺し合うことで死んだ二人が加害者であり被害者であるという奇妙な構図が生まれるはずだったんだ。皆さん、こんな場所ですみません。実は一つやらなければならないことがあってこの場所に移動してきました。このような場所で何をする気かは知りませんけど、早く済ませてくださいませんこと。いくらデクノボーの状態とはいえ、あの黒い SPX のそばで長話をするのは上流階級の私といえども少々答えますわ。大丈夫なのかな。研究棟に戻るのじゃダメなの。すぐに済むからもう少しだけ時間をくれないかな。大丈夫、この SPX は絶対に襲ってきたりしないよ。この SPX が何を感知するか看破したんですね。まず探偵八津崎殺人事件の真相を受けて、特徴が類似したもう一つの事件についても真相を解明しておくよ。社畜ちゃんと下道ちゃんの二人が死んだ矛盾回想殺人事件ね。さっき地下では社畜ちゃんが本当は自殺をしていたって言っていたわよね。ロースちゃんがやってみせたように社畜ちゃんが事前に準備して下道ちゃんがブレーカーを引き上げたと同時に感電する罠を作ったというのはわかるわ。でも社畜ちゃんが下道ちゃんを殺した方法は一体何なの？あれは社畜ちゃんが死んだことで偶然コマンドが3つ溜まったのよね。監視者である自分さえ死ねば下道探偵の首輪のコマンドが溜まって爆死できる。その状況で死ぬ行為は殺人も同等でしょう。社畜さんのトリックのさらに意地悪な点は、下道探偵自身にブレーカーを上げさせることで結果的に自殺のような構図にしたことです。
いつは命を背負わせることに執着していた。誰かを巻き込むこともできずに、自分自身の席の下で爆死する。その上、原因になった社畜さんも亡くなっていて、自分の命を誰にも背負わせることができない。それは外道探偵にとって何よりも耐え難い屈辱だったと思います。なるほど、それは確かにあの男にとって最悪の結末ですわね。外道探偵の性格から考えるに、死ぬ間際まで誰かに自分を殺させようとあがくと思いますわ。じゃあまさか外道探偵がエレベーターに挟まれて死んだのって。きっとわざとだよ。外道探偵にとって爆弾で死ぬくらいなら、誰かの手で動いたエレベーターに挟まれて死ぬ方がずっといい。あいつは最後の最後まで誰かに命を背負わせることにばかり執着し続けたんだ。狂っていますわね。ええ、でも奴は絶命するその瞬間まで自分の信念を貫いたんだと思います。だからこそ奴の死に顔は満面の笑みだったんです。理屈は分かりましたが、どうして社畜探偵は自ら死を望んだのでしょうか、と少女は改めて疑問を口にする。それを言うなら老子ちゃんもね。二人ともベテランの域の探偵よ。彼らを手玉に取るどころか自殺に導いてしまうなんて、ただものじゃないわ。おそらくその人物こそが八つ崎公なのでしょうね。探偵として実績豊富な人物たちを自分の仲間へと引き込む。もしかしたらそのカリスマ性こそ八つ崎公の真の能力かもしれないですね。それで八つ崎公の正体は誰なの？地下迷宮で出会った時の社畜探偵は自殺の気配なんてありませんでした。おそらく地下の研究棟で何らかの接触を受けたのでしょう。それはおそらく私たちの中にいる人物ですね。一体誰なんですか、八つ崎公の正体は、と少女はみんなが気にしている問いかけを口にした。ごたくはもう結構ですわ。早く正体を教えなさい。わかりました。皆さんの目の前で今から八つ崎公の正体をあぶり出します。落ち着いてください。これまで説明してきた通り、八つ崎公の正体は死を誘導する能力に長けた人物です。そしてその巧みな誘導は理想探偵が死ぬ時にも使われていました。理想探偵の死にもやはり八つ崎子が関わっていたのですのね。ええ、八つ崎子は僕らの目の前で堂々と、しかし誰にも気づかれることなく SPX を誘導してみせました。どのように誘導したのですか、と少女は興奮を抑えつつ尋ねた。誘導した方法は血です。血？そういえば外道探偵も血の匂いで赤い SPX を誘導していましたわよね。で、血で SPX が引き寄せられるなら、あなたのその止血はまずいじゃありませんの？誰か！止血を！止血を！僕の血は大丈夫です。いや、正確に言えば、とある人物の血液以外は平気なんです。どういうことですか？少女は理解が追いつかずに首をかしげた。緊急停止用のヒントを出題しない SPX が警備用だっていうのは赤い SPX でよく分かったよね。黒い SPX はおそらくもっと明確な目的で作られたものなんだ。明確な目的？それは一体？説明は後です。皆さん、ナイフを手渡しますから、軽く出血する程度に手を傷つけてみてください。大丈夫、僕の予想では黒い SPX は動き出しません。
それに何か起きた場合はヘリポートを起動させて地下へ降ろせばいいんですよ。僕を信じてください。仕方ありませんわね。私がリーダーとして先陣を切って差し上げますわ。家族さん、あなたの推理にはこれまでたくさん助けられてきましたものね。ただし、これで犯人がわからなかったら乙女のやわはどを傷つけた罪を償ってもらいますからね。そのつもりでいらっしゃい。乙女という年齢でもないでしょう。と少女は熟女探偵からナイフを奪い取りつつ言った。文学さん、あなた私に対して当たりが強すぎますわよ。あと私21歳ですから、まだまだピッチピチのヤングウーマンですわ。ピッチピチとか表現がおばさんすぎて草生えますと12歳のやわ肌に触れながら少女は笑顔で一周した。ありがとうございます。2人ともこんな方法でごめんなさい。次は私の番ね。もし深く切っちゃいそうで怖い子がいたら代わりに切ってあげるから言ってちょうだい。黒い SPX も赤い SPX と同様に警備用だとしたら追跡する対象がいるはずだよね。そして社畜さんの警戒ぶりからもわかる通り、機密警察がここまで警戒するのは地下迷宮から脱走した不滅探偵だけだ。社畜さんは不滅探偵の正体が下道探偵だと思っていたけれど、本当は違う。下道探偵は複数人の仲間と共に島から脱出したと言っていた。その中に本物の不滅探偵、未来の八つ咲き校は紛れていたんだ。そんな不滅探偵を警戒する組織が開発する SPX があるとすれば、それは科学くんのフレンズくんくんくんにも使われていた同じ血液の追跡機能。顔や名前はいくら変えられても血液だけは変えられない。不滅探偵の血の匂いを追跡する SPX を開発することでいつ復讐されそうになっても平気にしたんだ。これは推測だけど、黒い SPX がこのヘリポートのそばに設置されていたのはいつ不滅探偵が侵入してきても対応するためだったんじゃないかな。でもいざ侵入してきた不滅探偵はこの黒い SPX の特性を完全に理解していた。そして皮肉なことに不滅探偵を襲わないばかりか血の匂いで操られて理想探偵を襲うことになってしまったんだ。忘れないよ。君は確かに隠し通路で出血していた。仲間のために体を張っているように見せかけながら君は自然な流れで出血してみせ、その時に備えていたんだ。どうしたの？手が震えてるよ。怪我には慣れているはずだよね。飛脚探偵、いや不滅探偵、あの時のように出血してみせてくれよ。そうすれば君の無実は証明される。心からお詫びもするし、何度頭を地についたって構わない。だから頼むよ飛脚くん、僕に謝らせてくれ。僕の推理は的外れだって。笑ってよ。布くん。飛脚ちゃんが不滅探偵。洋館の扉にもよく見ると血がついていたよ。科学くんの力を借りて血液を確認してみたら君のものと一致した。黒い SPX が洋館から離れないよう扉にべっとりと血をつけておいたんだね。全然気づかなかったよ。違うよ布尾くん。
僕たちはこれまで一緒にたくさん危険な試練を乗り越えてきたよね。それなのに本気で僕を疑うの？僕だっていつも命がけだったよ。いつも死を覚悟してた。それなのに疑うなんてひどいよ。僕は不滅探偵なんかじゃない。信じてよ無能君。そうだね、飛脚君はいつだって危険な状況で最前線に立ってくれた。たくさんの脅威を一身に引き受けてしまう体質なのにすごいって心から思ってたよ。でもそれって見方を変えると、今までどんな脅威からも生き延びてきたってことだよね。社畜さんの語っていた不滅探偵の特徴の通りだ。そしてもし君がどんな状況でも生還できる自信を持っているとしたら、君が最前線に立てるのも当たり前だ。自分が死なないことを確信しているのだから。いつから疑ってたの？僕はずっと信じてもらえてるって思ってたのに。ずっと信じてたよ。今だって信じたいって思ってる。でも洋館の扉に血がついているのに気づいて、初日の君の出血の意味を考え始めたら、全てのピースがはまってしまったんだ。ねえ飛脚君、本当のことを教えてよ。君は本当に八つ崎港なの？来ないで、来ないで。ひどいよ無能君、こんなのひどい。離れて無能ちゃん。その子はさっきから泣いてなんていないわ。もう演技はいいんじゃない？飛脚ちゃん、私はね、人が嘘をつく時の匂いがわかるの。これまではうまく隠してきたみたいだけど、今のあなたとっても匂うわ。愉快で愉快でたまらない、愉悦の匂いがね。愉快だなんて、そんな。よく、くん。